関西の皆さん、こんにちは。染谷俊之です。この作品がすごく世代で、本当に周りの友達とかもすごく流行ってて、でまさかその作品に自分が携わらせていただけるとは思っていなかったので、すごく嬉しかったのと、あとちょっとたかしというキングというすごく社会的影響も与えたぐらいの役をいただいて、すごくプレッシャーに感じたんですけど、今早く本番を迎えられないかなと思って楽しみでもあります。きっと皆さんの心にずっと残るような、そんな作品にしたいと思ってますんで、皆さんぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。関西公演、ぜひお越しください。